ここから遠いある国に赤い髪のプリンセスが暮らしていました。お城の庭には美しいバラが咲き誇っています。プリンセスのお気に入りは真っ赤なバラです。夜になり国中の人が眠りにつく頃、お城のバルコニーに立ち手を3回打ち鳴らします。その音を聞いて金色の鳥がやってきてプリンセスの手に止まります。その瞬間プリンセスの赤い髪がキラキラと輝きます。鳥は美しくさえずります。するとプリンセスも子守歌を歌い始めます。国中の人はプリンセスの美しい子守歌を聞きながら瞳を閉じ心地よく眠りに落ちます。おやすみなさい。そして良い夢を。バラのプリンセスのおかげで夜はいつも心地よく平和です。ある日とんがり帽子をかぶったしかめっ面の魔女が魔法のほうきに乗ってバラのプリンセスのお城にやってきます。ああ、プリンセスの歌声にはうんざりだわ。耐えられない。魔女はプリンセスに邪悪な魔法をかけます。あらカーザーム、あらカーザーム、枯れ果てろ、歌の力を封じ込めよ。すると突然プリンセスの髪が真っ黒に変わってしまいました。一体どうしちゃったの？髪が真っ黒だわ。みんな眠りにつく頃なのに。プリンセスは黒髪のまま子守歌を歌うためにバルコニーに出ます。3回手を打ち鳴らします。すると金色の小鳥が飛んできて手の上に止まります。プリンセスの黒髪はキラキラと輝きました。プリンセスは髪の色が変わったことを不思議に思っていましたが、いつものように歌い始めました。国中の人たちが深い眠りに落ちます。しかし美しい夢ではなく悪夢にうなされます。子供は目を覚まし泣き出しました。お母さん。はあ、ひどい夢だったわ。もう眠りたくないよ。恐ろしい夢を見るんだ。僕もなんだよ。次の日の夜、国の人たちが悪夢にうなされていると聞き、バルコニーに出ると金色の小鳥を呼びます。小鳥さん、みんなが悪夢に困ってるの。美しい夢を取り戻すために力を貸してちょうだい。バラで髪の毛を笑顔にする。トゥルッテ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 。バラで髪の毛を笑顔にする。トゥルッテ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 。バラで髪を笑顔にする。小鳥の言葉に従いプリンセスはバスタブにお湯を張り、そしてその中にバラの花びらを浮かべます。お湯は赤く色づきます。髪の毛をそのお湯に浸します。その途端髪は赤い色に戻りました。バラで髪の毛が笑顔になったわ。小鳥さんの言う通りね。その日の夜、子守歌を歌います。国の人たちはぐっすり眠り、美しい夢を見ました。
バラのプリンセスにかけた魔法が溶けてしまったことに気づいた魔女はプリンセスにもう一度魔法をかけます。パラカズーム、パラカズーム、枯れ果ての歌の力を封じ込めよ。そしてさらに国中のバラを枯らしてしまいます。プリンセスは驚いていました。また髪の毛が真っ黒になってしまったのです。そんな、まただわ。どうなってるの？プリンセスは家来に髪を元に戻すためにバラを集めてほしいと頼みます。しかし国のどこを探してもバラは見つかりません。一体どうしたらいいの？小鳥さん、教えて。バラで髪の毛を笑顔にする。トゥルッテ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 。でもそのバラが一つも見つからないの。待って、行かないで。どうしてよいかわからず、プリンセスは泣き出します。流れ落ちる大粒の涙が地面を濡らします。その時、若くてハンサムな男性がお城の庭を横切ります。落ちてくる涙に気づくと小さな箱を取り出します。中には赤い紙が入っていました。そしてその赤い紙を涙の上に置きます。すると突然、美しい赤いバラが現れます。男性はその赤いバラを手にプリンセスの元へと向かいます。一方、プリンセスはバスタブの横で悲しそうに立っていましたが、男性に気づくと顔色が一転します。あなたは忘れもしないわ。そう、君の幼馴染だよ。このバラを受け取ってくれるかい？僕のプリンセス。友達がバラを持ってきてくれたことにプリンセスは喜びました。そしてすぐさまバラをバスタブに浮かべます。そして髪を水に浸します。ついに魔女の魔法は解けました。バラのような赤い髪の毛を取り戻したのです。幸せそうな娘を見て王様は尋ねます。ああ、君、教えておくれ。国中探してもバラは見つからなかったのに、君はどこで手に入れたんだい？僕が子供の時から大切に持っていた彼女の赤い髪とその涙から生まれたものです。国王陛下、忠誠心の証です。そうよ、お父さん、私も彼の髪の毛をこうやって持ってるの。王様はプリンセスと若者の誠実さに心を打たれます。こうしてバラのプリンセスと若者は次の日、結婚式を挙げました。その様子に魔法が解けたことを知った魔女は、愛の力には勝てないと悟ると遠いどこかへ飛んで行ってしまいました。アディセババ。